禁煙の238日目ですね。238日目、はい、ついにね、もうすぐで禁煙の方が、開始から8ヶ月目ということでね、まあ最近ではね、タバコについて考えることもなくなってきたんで、まあ、卒園できたかなとは思ってるんですけどもね、相変わらずしぶといなっていう禁煙欲求がね、思えるのは、やっぱり一週間ぐらい前にね、タバコを買いに行く夢を見ましたね。自動販売機でタバコを買って、あ、今こんなするんだっていうところで起きるっていうね。うん。夢の中でも吸ってないんですよね。はい。もう吸ってる感覚っていうのは多分忘れたんでしょうね。夢の中ですら、もうタバコは吸ってないんですけども、はい、未だ買いに行く夢を見るあたりですね。やっぱりタバコの禁煙欲求っていうのはすごい凄まじいもんがあるんだなと。ね、まあ、実際リアルの世界の中ではね、吸いたいとも思わないし、もちろんね、吸いたくてイライラするみたいなことももう全然なくなったんですけども、その深層心理の中にはやっぱりどっかでまだ吸いたいんかもわかんないですよね。そういう意味では本当恐ろしいですね。つい昨日のニュースだったかな、東洋経済オンラインが発表したニュースの中に、まあ、禁煙に関する最新ニュースっていうのがあったんですよ。で、ちょっと数字だけ集めてみたんですけども、これがですね、タバコをやめたい、はい、タバコをやめたいと思っている喫煙者の方、はい、これがですね、最新のニュース統計だと35.9% ですね。タバコをやめたいと思ってる方 35.9%、 ほぼ4割近くですよね。喫煙者の4割近くがやめたいと思ってるんですよね。はい。で、まあやめたいというか本数を減らしたいと思っている方、これが 30.3% ですね、あるんですよね。で、その一方で、まあタバコを、まあ、絶対やめたくないという人もね、これ結構コアな愛煙家の方っていうのもいるんですよね。タバコをやめたくないよっていう方がですね、全喫煙者の中に占める割合として、24.6% ですね。2割ちょっとの人は、まあどんなことがあっても自分はやめるつもりはないと。はい。そうですね。だから今どんどんこうタバコもね、値上がりしてるんですけど、値上げっていうのは正直ね、その禁煙させるっていうことに関して言えばあまり意味ないですね。500円が600円になったところでやっぱタバコ吸いたい人は吸うんですよ。そのぐらいの価値があるんですよね、吸う人からしてみるとね。で、海外なんかとね、もう今もっと全然高いですから、はい。オーストラリアとかも2500円ですよ。マルボロ一箱が2500円ですから、すごい金ですよね。それでもね、吸う人は吸いますからね。はい。全く値上げは意味ないと思いますよね。で、よくその、まあ、ちょっとね、話変わっちゃうんですけども、断酒の場合、空腹でいることは良くないって言うんですよね。断酒。はい。で、お酒ってすきっぱらに飲むとすごい美味しいじゃないですか。で、断酒においては、空腹はもう厳禁だと言うんですけども、これね、禁煙に関して言うとね、僕逆じゃないかなって思うんですよ。逆になんかお腹いっぱいだとなんかタバコ吸いたくなんないですかね。これなるんですよ。で、逆にね、空腹の時ってね、タバコ吸いたくないんですよ。はい。わかんないですよ、これ。科学的なデータないですけど、自分の経験上ですよ。30年間タバコを吸っていた中での経験なんですけども、意外と空腹時でタバコまずいな。で、そして吸いたくないなと思うんですよね。はい。一つのポイントとしてはね、あるかもしれないです。あえても昼間はなんか断食するとかね。はい。夜お腹いっぱい食べて、で、その夜吸いたいのだけ我慢するとかね。それも一つには手かもしれないですね。うん。あと、まあ、ガム、いいかもしれないですね。ドライフルーツ。はい、ナッツ、コーヒー、歯磨きもいいよって言うんですけど、はい。あと、まあでもやっぱりそうですね、何か夢中になってる時っていうのは意外と人ってね、魔が差さないですからね、うん、
例えば僕なんかは、まあ、日中とか断食みたいなのしてるんでね、ファスティングっていうんですかね、これ意外とタバコ吸いたくなんないんですよね、うん、まあ多分食べてたとしてもタバコ吸おうっていう感じにはなんないんですけども、日中なんかはそうですね、うん、こういう暇な時なんかもね、まめにこういう動画回したりとかね、あとまあ本読んだりとか、うん、あと歩くもまあもちろんいいですね、うん、筋トレって人もいますけどね、僕は筋トレ好きじゃないんでね、こう体でっかくなるのが嫌なんで、はい、それやんないですけどもね、一つにはね意外と空腹は結構ね禁煙欲求消えるなっていうのありますね、うん、それはあると思います。でコーヒーは意外とね、タバコとコーヒーっていうのはちょっと相性がいいんだよね、禁煙してる時ってちょっとねカフェインも控えた方がいいかもしれないですね、うん、それはありますね。で、ね、そのさっき魔が差すって言ったんですけども、やっぱ暇な時間ですよね、飯食った後とかね、休憩時間とか、まあ、こういう時間とかね、でふと思い出したことがあって、あ、これやめらんない人の特徴だな、タバコ禁煙続かない人の特徴として、他に楽しみがないって人多いんですよ。でこれね、僕のね古い友人がそうなんですよ。で唯一タバコだけはねやめらんないって言うんですよね。でなんかやっぱり話聞くとね、他に楽しみがないんだよねっていう人多いんですよね。で、うん、そうですね、まあね、いろいろこう趣味とかあってもね、手持ち無沙汰で吸っちゃうってこともあるかもしれないですけども、うん、結構多いですよね、禁煙できない人、あるいは失敗する人の特徴として、他に楽しみがないっていう、だからまあそうですね、他の楽しみを見つけるのが一番いいですよね、うん、そこじゃないかなと思ってね。結局まあいろんな人がいろんなことを言うんですけども、どれ一つとして確かなことはないんですよね。自分でやっていく中でね、悟るしかないんですよね。だから僕だったらなんかそのガム食べるとか、口の寂しさを和らげるものをなんか食べるとかいうよりかね、結構ね空腹でいることの方がタバコ吸いたくならないですね。はい、まあね、今日ちょっと最新のニュース、東洋経済オンラインのね12月10日発表の、禁煙に関するニュースがあったんでね、まあ実にタバコ喫煙者の7割が、まあ、やめたい、本数減らしたいと思ってるっていうニュースをね、お伝えしてみました。チャンネル登録の方よろしくお願いします、それから寒いですけどね、本当に風邪ひかないように皆さん気をつけてください。コメントもお待ちしております。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。